あら。あちょ。おサブちゃん、おチャンネルをお回しにおなられてるんですね。あちょ、可愛いでしょ。あ、おポンス様が大きになられた。めっちゃ上品になってる、なんか。ここはどこかご存知？いや、わかんないです。急になんか目が覚めたらおしゃれなところに立っていました、僕が。かしこまりました。少々お待ちくださいね。おあーちゃん、おはようございます。おはよう。こちらにいらしてください。あー、起きた。おぽんが起きた。おぽん、おぽんよ。ここは、おうちゃんは、ここはね、五つ星ホテル星のや東京。冷蔵庫どこにあるの？冷蔵庫を探しているの。冷蔵庫はね、あの中にあるわ。探してごらんなさい。かっこいい。めっちゃ普通にカメラを通してかっこいい。いや、ちょ、マジ、ちょっと普通に喋らせて。マジすごすぎ、やばい。 あ、ちょっと待って、ご飯を選ばなきゃいけなかったわ。ちょっと今ね、星の家でインルームディナーっていうのがあって、インルームダイニング、お部屋の中で夕食が食べられるんだけどね、うん。まあ昨日はね、あの父親の誕生日をお祝いしに行ってね、結構動いたから疲れたんですよ。うん、つーくんはだから昨日ね、友達と、そうなんですよ、埼玉のおごせ、おごせユーパーク行ったんですよ。そうでーす。ごめんね、あーちゃん。でもすごく前から決まってたんだ、それは。だからあーちゃんも今日行きたい、うーくんだけずるいって言って、うん、そしたらうーくんがここに連れてきてくれました、ね。結局、うーくんと行くんかいっていうのはちょっと可愛いです、あーちゃん。だって、あーちゃん、うーくんしかさ、心安らげる人いない。ああ、ありがとう。でもさ、うん、でもさ、うーくんもさ、おぼせゆうパークにさ、行ってる時さ、3回も電話してきてさ、会いたいって言ってたよ。だって、あーちゃんは俺、あーちゃんしかそれぐらい会えていないもん。俺だってそうだし。あ、家族ってそういうもんですからね。あーちゃん、今ね、あの、多分コロナあれで 15% オフでね、泊まれたの。マジラッキーじゃない？ね、うん、え？おならしたいやろ。星のやで、おなら押すな。ねえ、ポンス、ちょっと見て、このさ、風呂さ、すごいんだよ。ん？いや、ここ、透明じゃん、今。せー、透明ゴー、せーの、対象。え？え？見えなくなった。え、ママがいるんだっけ。じゃあさ、中に人がいてしたらさ、よくわかると思うよ。じゃあ、ポンス入ってて、ポンス入ってね。いくよ。あ、ほら、すごくない？ちょっとじゃあ、グラスシェードを開けたら、うん、誰かがいただきますし。パパ、ありがとうございます。気をつけて、足かとこで、パパ入って。じゃあパパが入るね、今度。はい。グラスシェードって言うらしい。グラスシェード、シメリア、バイバイ。いくよ。はい、グラスシェードオン。くぅー、はい、あーやー。ねえ、もうちょっとママ可愛くしてください。ねえ、かわいい。もうちょっとそれってやって。わかった。
か。ポチッ、イエーイ、かわいい。ファンスやるね。じゃあいくよ、せーの。あ、かわいい、かわいい。はい、消えた。せーの。あー次は？あ、消えた。せーの。あー消えた。せーの。あーあーせーの。全部変顔じゃん。はい、ありがとうございました。まずさ、なんか外の雰囲気とかもすごかったじゃん、エントランスの。これは波のホテルではない、うん、波のホテルじゃないんだ。あと接客がめちゃめちゃすごい。確かに、しかもこれ鏡だと思うやん。テレビやんね、これ。テレビやんね、テレビやんね。あ、しかも、あ、あ、畳だ、かわいい。畳、畳だ、すごいいいわ。畳、今日は全員畳でね、うん、地べたでブチブチ寝る。プチ旅行に来た気分だよ。めっちゃ近いけど。めっちゃ近いけど、一気になんか温泉旅行。今来るかな。今終わりにしましょう。ちょっババン。ポンさん、着替えてください。かっこいいじゃん。さあ、初めての服を着ることができるかな。できない。やばい、いいぞ。足を出せばこっちのもんだ。じゃあママもさ、やってね。かっこいい。イエー、かっこいい。はい、見てください。イエーイ、浴衣があったので来たんだよな。見て、すごい。ちょっとここ、あーちゃん、見して。あーちゃん、あー、あーちゃん、困った。困っちゃった。あーちゃん悲しい。あーちゃん、あーちゃん、美人すぎて困っちゃうね。あーちゃん、あー、眩しい。あー、眩しい。あ、こっちか。あーちゃん、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 あじゃんてんてんてんあじゃあじゃんあんちゃんあんちゃんあじゃあじゃんあじゃめてん。あー、かわいいね、あーちゃん。あー、チューされた。ねえ、フォースめっちゃかっこいいじゃん、この服。ねえ、なんか忍者っぽくない？忍者でしょ、忍者ボーイ。なんか、じゃあ何のさ、何のさ色ですか？忍者の色？青です。青でした。青なんだね、それはね。これはポンスのものなのかな、これ。いや、これなんだろう。違う、違うよね、これ。うくん、ん、おいしい、おいしい懐石料理を食べたね。ね、こんな三段重頼んで、うん、うーくん、その丼は何？ん？丼？うん？この三段重まだ残ってんのに、これ食べたい。丼は何をしてんの？え、豚角煮丼。それは必要だったのかな？これもなんかもう一声って思っちゃって。それただ見たい、見たいだけのために頼んでない？よ、あーちゃんはいつも思うんだ。うーくんはね、メニューにあるもの、あ、これもなんかちょっと気になるなぐらいのレベルで頼むんだよね。
それが実際目に入って、そして胃の中に入るということを全く考えていない頼み方をするんですよね。メンバーの人にも言われてましたよね、頼みすぎちゃうと。私はそれを見て本当にそうと心の中で思っていました、そしたらね、今この星のやリゾートでも同じことをやっています。星のやリゾートだって、星のやリゾートって桜田リゾートのコンフィデンスマンのやつに釣られちゃった。コンフィデンスマンね、結構最近面白すぎて、見ちゃってるんですよね。いや、コンフィデンスマン面白すぎる。見終わった。全部見ちゃったね。いや、うーくんじゃなくて、食べれるのっていう、この丼。このうどんはポンスのだからね。丼食べれる？大丈夫？全部食べるんだよ。頑張ろうね。学ぼうね。まだ美味しい。じゃあ、美味しいよ。めっちゃ美味しいもん。じゃあ30分後どうなってるか、また回します。うーくん。美味しいよ。6分目ぐらいまでは食べたのかな。もうお腹いっぱいなんでしょ。そんなことないよ。頼みすぎ癖を本当に直しなさい。いらなかったんだよ、それは。食べなくてよかったの。昔のあーちゃんの復讐を食らってるのか。俺があーちゃんになんか寿司屋のやつでシャリ残したやつ、それでカメラ回した報復のように見える。確かにあんな動画よく私は真顔で上げてたなとびっくりするよ。上げていいよって言ったもん。上げていいよって言わないよね、多分今だったら、もし万が一そういうことがあったとしても何も恐れることを知らなかったんだ私は、あの頃。すごいね、今考えるとすごいな、すごいよね、だってしかも私それを何が悪いのって言ってるからね、あの動画。びっくりしちゃうでも今私はね、回転寿司に行ってもシャリショーという概念ができたことによってね、その現象はもうなくなってるんだ。そっか。そう、シャリショーを頼めるんだよ、スシローでも。あーちゃんは最近回転寿司にハマってるよね。てか普通になんか回転寿司っていうか、なんちゃったこと思ってよ、なんか回転寿司というよりチェーン店のうまさみたいな、なんかチェーン店のうまさみたいなのを改めて感じてて最近ね。人がいないところを選ぼうとかさ、若い子が少ない子をちょっと選びたいとか、そういう気持ちになっちゃうじゃん、たまにうちら、だからそうするとさ、必然的にさ、まあ、値段が上がったりとか、東京だとさ、個室とか取るだけでもさ、もう個室料1万円とかかかるわけじゃん。まあね、だそういうとこで食べちゃうと、なんかそこが美味しいって勝手に勘違いするの、雰囲気とかで、でも高級店は確かに雰囲気とかもう唯一無二のなんかこう盛り付けだったり味付けをしてるのかもしれないんだけど、人間がうめえと思う人数が多いければ多いし、しかもそれがリーズナブルに食べれるっていう、もう絶対的にもう最高なものがチェーン店になってるんだよ絶対。最初はみんな個人店から始めてるはずじゃん、こう一個一個で、だから絶対1号店があるわけじゃん、どんなチェーン店でも、だからさ、チェーン店ってさ素晴らしいんだよ、ね、特にサイゼリアとかもマジで美味しかったし、サイゼリアうまい、サイゼリアマジうまい、好きやも松屋も大好き大好き、でもね俺一個だけ許せないところがあるんだ。なんだ。フードコート。フードコートね、確かに。フードコートだけはまずい。なんか俺にとって。わかる。わかるわかるわかる。フードコート、フードコートね、統一されてないもんね。統一されてなくて一個一個がまずい。わかる。っていうイメージになっちゃうよ。すいませんね。ちょっとわかる。ちゃんと愛を込めてまた来てくださいっていう気持ちがない、なさそう。そう、なんかフードコートだけはまずいなっていう。うま食べたこれ。ん？食べてない。食べな。あ、食べる。いやマジ美味しい。あ、温泉行こう。じゃあ一回行きます。そう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 、入れてママの。せっ、せっ、逆行せっ。あー、できた。ありがとう。ベビーデデン、ベビーデデン、ベビーデデン。
行くよ。5、待ってね。